皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて、今回超久々にね、近況報告ということで、まずエペボーチャンネルね、あと10名で1700名ということでですね、誠にありがとうございます。最近はね、アップするたびにね、いろんな反響というかね、反応があって大変ありがたいなと思っております。先日もね、エペボーさんのニュースイッチャーボード、本当は DC ケーブルを EBS のフラット DC ケーブルで揃えたいところなんですけれども、歪みだけはね、ノイズ対策で親入れ製ということでね、ご紹介しましたらね、それに対してね、いくつか反応がありまして、やっぱこの DC ケーブルっていうのもね、非常に重要なのでね、これからちょっといろいろ比べたりとかね、ご紹介していきたいなというふうに思っております。それからね、先日ご紹介したばかりのブンブンさんの MS3 スイッチャーボードがね、男の直列ボードに変わっちゃったということでね、ご紹介したらですね、ご本人がね、インスタの方でね、ストーリーズってあるんですけど、ここにね、詳しく載せていただいてですね、反応いただきました。ありがとうございます。 MS3 もね、ボグナも売っちゃったらしいんですけどね、ということでいろんな反響がありますし、またツイッターの方もね、今朝アップしたですね、パワードライバーPW2 ですね、これに対して外人の方がね、反応いただきました。ありがとうございます。もちろんね、インスタの方でもね、すごい反応ありますけれどもね、こういう形でなんか反応あると嬉しいなと思いますし、エペボーチャンネルもね、総再生回数が50万回をもう超えてますのでね、やっぱそれなりに影響があるのかなというふうに思います。引き続きね、エペボーもエペボーチャンネルもツイッターもね、インスタもね、ご覧いただいて楽しんでいただきたいと思います。いつも本当にありがとうございます。ありがとうございました。